ソフトバンクの牧原大成内野手が3月のワールドベースボールクラシック WBC に臨む野球日本代表侍ジャパンに緊急招集されることになった。日本野球機構と NPB エンタープライズが1日発表した。背番号は5となった。侍ジャパンでは主軸を務める予定だったカブスの鈴木誠也外野手が左脇腹を痛めたため2月28日に出場辞退が決定。鈴木誠也選手は残念です。 WBC のために今までとは違う時期であり調整をする、そういうのも体への負担はあったかもしれない。辞退はしょうがないです。故障が早く癒えることを願っています。追加招集のメンバーに注目が集まっていた中、外野だけでなく内野も守れる牧原が緊急招集のメンバーに決まった。積み重ねた実績、レベルが高いユーティリティ、代役にふさわしい選手ですね。個人的には外野専門の別の選手を予想していましたが、内外野を高いレベルで守れる選手は必要ですね。牧原は昨季自己最多の120試合に出場し、打率301、6本塁打、42打点、13盗塁を記録。うち外野を守れるユーティリティプレイヤーで機動力も兼ね備える。牧原は25、26日の侍ジャパンとの壮行試合で1番、中堅で先発。初回、佐々木から二塁内野安打、6回に宮城から右翼線敵地二塁打を放つなど躍動。センターの守備でも前方の打球のダイビングキャッチに成功するなど、攻守にわたり存在感を示していた。高いレベルで打ちの、外野を守れるユーティリティ性も魅力。ジョーカーの愛称で親しまれる切り札が加わった侍ジャパンが主砲離脱の窮地も脱してみせる。シーズン中にやってないポジションを代表の時だけで急増でユーティリティプレイヤーを作るより、シーズン中からやっている牧原選手を選んだ方が絶対にいい。ユーティリティプレイヤーというと一応どこでも守れるけどポジション特化型の選手より守備能力が落ちるイメージがあるが、牧原選手はどのポジションも守備能力が高い選手です。近藤選手のセンターなんてシーズン中にあまり見なかったですし、牧原選手はセンターはもちろん投手以外ならできる短期決戦にはぴったりの選手。選出されている二塁を守れる選手の中でも牧原が最も守備がうまい、周東のような単なる複数ポジションを守れる選手ではなく、複数ポジションで高い守備指標を出せる選手、それが牧原。本番では岡本がレフトの守備につく可能性が高いので、その守備固め、源田に代打を出した時の交代要因など、他にもセンター、ライト、セカンドとどこででも高いレベルで守れるので重宝するはず。特にセリーグファンに牧原を見てもらいたい、こんな選手がいるんだというのを。それに加えて相手にとっていやらしいバッティングもできるので、左打者が増えるとしても選ぶ価値は十分あると思います。センター、サード、ショート、セカンドはどのポジションでもゴールデングラブを狙えるぐらいの守備力がある。打撃も去年から積極性の持ち味の中に一発で仕留める力がついたから、規定打席には2打席足りなかったけど打率は3割超えている。そして俊足、いろんなシチュエーションをした中で一番使い勝手がいい選手を選んだ感じだね。誠也の代わりは誰にも務まらないけど、マッキーには自分にしかない唯一無二の強みがある。ぜひとも頑張ってほしい。